た。一歩ここや。よし。土俵入りするみたいな。気合いの入り方が違うんで。向こうもちょっと、これええか。寒い。寒い。そういうの感じだ。熱量の問題。熱量はもう気持ちの熱量だったもん。その前には遅刻したけどな。いやでもこれはもう作戦なんですよ。作戦な。あの佐々木小岩流島の戦い皆さん知ってます？もうあの2時間遅れたらようだぜ。30分ぐらい。15時間電話したら寝とったけど。申し訳ないです。いやでも多分相手もだいぶ動揺してると思うんで。多分僕の心拍数が一番やばかったですけど。マジかーって。いやもう。モーニングコールで起きてしまいましたね。よし。じゃあ今日は25日、12月25日。25日も決戦の日ですね。クリスマスの早朝で、早朝でもないな、寝坊されてるから。でもない。早朝です。8時は早朝です。さあ、フェスティブ500、2日目。2日目ですね。はい。いやこんな日に、とうとう、クリスマスの日だ。来てしまいましたね。はい。でもちょっとその前に、はいはい、この自転車なんですか？はい、そこ触れますよ。なんですかこれ？これはですね、プレザルフはいないやろ。お前ロードバイク対決やったんじゃん。かわいいピンク色ですよね。あれまああのロードバイクでも僕なら登れると思うんですけど、ちょっと凍結してて、ね、もしもこけたらと、うん、100万円のロードバイクで、ね、まだあんまり乗ってないよりこけたらと思う。関東の人分からへんかもしれへんから、はい、広島、広島2日ぐらい前から大雪で、ね、そうですよ大雪で、あの、うん、まあ、あのインスタグラムで僕があの、うん、フェスティブ500の登ったのあると思うんで、うん、それとか見てもらえば分かるんですけど、うん、大雪なんです、うん、で多分上の方は 600m あるんで、うん、凍ってます。で途中の電光掲示板もマイナス温度を示してますし、あのやっぱ寒いです。なんであの、まあ、僕の自転車、うん、僕だけのものじゃないんで、皆さんにもまだ出場してもらわないといけないんで、ここで壊すわけにはいかないんで、ピンチヒッターのスリムローラーを引っ張り出してきましたね。シングルスピード。いやでも勝負してませんので。シングルスピード。もうこの今回の勝負はもう電光石火で決まりますんで。もう電光石火なお襲う今年ということは巌流島の戦いのような戦闘になるんじゃないかと思ってますね。あ、村上君のはまあグラベルロードやから、まあ、まあ、グラベル、グラベルの強みですね。あの道を選ばない。いや、はい、じゃあ、まあ、でも、まあそんな感じですかね。ただあの前回と違ってギア比は軽くなってるんで、うん、2.1 なんぼなんで、まあ、2.1 ぐらいなんで、まあ、ロードバイクでいうとフロント52で後ろが25ぐらいの24かそんぐらいですね。ほうほうほう、ぐらいのあのギア比なんで、こないだ登った時と一緒か。まあ大体同じ、むしろちょっと軽い、あっちの方が軽いですね。トアの方がちょっと軽いです、ね、あ軽い、ちょっと軽いですけど、うん、ただ今日はもうリミッターを全て外して、もう失うものは信用も何もないと。今日一応伴走で上がれないけど、はいはい、雪降ってるかもしれんから、ね、あの危なかったらやめてね。いやもうこれやめますよ。さってやめますよ。危なそうだったらもうすぐやめてください。はい、はい、安全第一で、はい、皆さんも、うん、気をつけて、はい、よし、はい、じゃあ今からセッティングして、はい、チェストマウントで、チェストマウントで撮りますんで、はい、用意どんでいこうかな。用意どんでいきましょう。まあまあまあでも用意どんあれやから、まあ大体ね、うん、そうですね、はい、寒くなってきましたね。行きましょうか。はい、よし、行きます。寒い。
タケちゃんもっとダッシュスピードよっしゃ、いくで。いや、思ったよりも雪が残ってますね。もうこれちょっともうインナー落としとこう。やば、スリップ。タイヤ滑りました。これ滑らずに登るのが難しいですね。わあ、やば。足に上滑る。下りがやべえな。もうすぐ激坂区間ですね。やばい、雪がやばい。あ、滑る。よいしょ。いやー、やばい。
重い。これタギちゃん登ってきてんだろうか。これは頂上まで行けるとマジで分かんない。思いっきり雪です。雪です。こればっかしは道路の走行を走るのは無理ですね。おお、私の部分を登っていくしかないな。全然言うこと聞かねえ。よいしょ。よし。食わねえ。よし、食いついた。うわ、するする。凍ってないとこ、滑るな。難しい。次の足が出へん。
あ、全然ダメだこれ。雪降って2日、雪が積もってから2日後なんで、ちょっと固まってすごい硬いですね。柔らかそうな雪でも。入った氷が滑らんすよ。濡れてるのやばい。このシャロと氷のダブルパンチはやべえ。登れません。無理っすわ。これ以上はちょっとスリップしちゃう。雪降ったばっかりやったらいいんですけどね。積もりたてならいいけど、下に凍った、溶けて凍った雪の上に白いですパラパラの雪がある。滑るわ。気をつけてくだらんと。よいしょ。日が当たってるとこはいいけど、日陰が怖いですね。よいしょ。片足つきながら帰ります。タケちゃん帰っとるかもしれないですね、これ。あ、タケちゃん。これ落ちてたんですか？いや、これもう登れんすわ。上、カーブ過ぎたらすごい。ちょっとタキちゃんがどこまで行けるかが楽しみですね。ちょっと僕は技術が乏しいんで、あそこまでが限界でしたね。いや、自転車に乗るスキルはタキちゃんが一番、タキちゃんの方が上ですからね。もう着いたんすか？いや、これもう登れんすわ。
そんなことがある？これは僕があれ一番いいから優勝じゃね。やべえやべえ、気抜いた。しっかりリアにトラクションかけてやる走法を取りたいんですけど、シングルじゃ厳しい。ギアが選べなすぎて、パワーが出るポジションで乗るとトラクションいられないし、トラクションいろうとするとパワー出ないし、村上さんはどこまで行ったのか。凝ってる、滑る滑る、ケツ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 、クラクション確保、よし。氷はいける。プリンターもスイッチはないんだよ。やべやべ、凍ってる凍ってる。
よし。ここや、ここなら乗れる。ここは ペダルが入った。うさあ。ここや、よし。竹の下選手、完全勝利です。勝利のポイントは、諦めない心ですね。全然、こけることもなく、たどり着けましたね。あの村上さんのスペックで、登れないところはないと思うんですけど、やっぱ根性の問題ですね。ちょっと虚しいですね。僕はさっさと帰ります。よし、下りが多分とって面白いかもしれないですね。とりあえずチェックしとこう。こっちが行ったらおもろいやろな。おもろいやろうけど、もう時間がねえから戻ろう。はい。終わりました。終わりましたね。終わりましたね。どうでした？いや、僕の完全勝利に終わったなっていう感想しかないですね。結論から言うと。結論も最初言っちゃいますけど。まさかの。まさか、いや、もう僕予想してました。もう作戦通り。もう全てが作戦通りハマったからですね。一度もこけることなく、上まで僕はたどり着けましたよ。それは、もうちょっと詳しく言うと、どういう勝利なの？僕は登りきれなかったんですよ。僕は一応は乗り切りました。だから雪で登れんかったそうですね、はい、途中引き返してきたのを、うん、無理ですっていう、無理ですっていうのを横目に見ながらこれは来た、何言ってんのこいつこれは完全勝利が狙えるぞっつってやっぱ勝利の要因は諦めないことです、はい、多分
に、うん、なぜこれで諦めれたのかが僕には分からないです。登りきらないっていう選択肢は最初からなかったっす。全然登れる。全然登るっすよ。楽勝？全然楽勝っすよ。一回も負けてないっす。ということはこれ何、自転車ってより経験値の差。そう、経験値の差がでかいっすね。あ、なんか空気圧高すぎるっすもん。あ、なるほど。ちょっと僕ほらめっちゃ柔らか。ちなみに空気圧のタケちゃんなんぼなん？感覚ですけど、1.7 とかそんぐらいじゃないですか。で、3とか入ってるんですよ。いや、これ2。昨日2、昨日2気圧入れて。ガンガン、だ僕はあの、うん、この後半戦を見越して、うん、途中でいちいち止まって空気を抜きましたからね。動画を確認していただければ。なるほど。これを見越してたわけですよ。おお。あ、そういう結末になることを見越してた。見越してたんですよね。村上くんは途中でもう帰るだろう。こいつは折れる。もう昨日のあの手が冷たかったから帰ってきたっていうのでも僕はもう悟ったっす。折れる可能性がある。これがもう例の300円のグローブと1万円の 3M って書いてありますしかもこっちゴアテックスインフィニウムで、これ何やろ、キャラキャラハンで風スースー通りやっちゃう、まあ、上りとか全然あの中に今回あの1枚あの、うん、ラファーの、おーラファーの、あの高級ベースレイヤー、高級ベースレイヤー、高級でも高級メリノールのこれあのあったかいっす。お、普通にあの上りは大丈夫っす。なるほど。平地は大丈夫っす、はい、下りはやばいっすあの防風ジャケット持ってった方がいいっす。なるほど。その人はもう多分これでどこでも行けると思う、うん、マジでもこのこれでも、うん、あともちょっとお店にないんですけど島田のレーパン防空のやつ、これでもう、うん、多分どこでも行ってて、まあちょっとでもこれ結果、うん、ちゃんとした対決になってないから、まあ、まあまあ僕の勝利で間違いはないんですけど自転車がまず、ね、あのトアじゃないしね、トアじゃないっていうのは、うん、なんですけど、うん、まあ、今回は仕方ないね、うん、もう一回やってあげるよ、うん、来年、まあ、あのシステム500でちょっとちゃんと来てたけど、うん、ちょっと鍛えるわ、経験値上げんといけんな、雪道大事だから僕はシクロとかいろいろやってるからさ、シクロクロス経験値が全然違うんだよ。あそこの経験値がある、うん、なるほど、なるほど、全然こけたりしてないからなるほど。まあじゃあ次路面がちゃんといけるときにクリーンな状態に再生してあげますよ、うん、ロードバイクで、ロードバイクで、はい、ヒルクライム大会、はい、まあ、今日はじゃあたけちゃんの勝ちでええんかね。いや、それ以外何かありますか皆さん、腑に落ちない感じなんですか。いや、これはもうもう多分、まあ、見てる人も湧いてますよ。たけちゃんが勝ったっ僕らのたけちゃんがでも応援、声援が聞こえてましたこれはたけちゃんの勝ちでいいんじゃないですか。諦めない心それが勝利につながるんで、はい、いや、まあそんな感じで、そんな感じで一生来年の、はい、一生いっぱいって感じですね。一生いっぱいって感じですね。あ、この間ね、はいはいはい、まあ、前回はだいぶ自転車差があったんですけど、ね、まあまあでもまあ いっぱい、いや認めますよ、いっぱいいっぱいしますよ、はい、じゃあそんなとこ で、ね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。よさよなら。いやあ、この後フェスティブ500やから走って帰るんやろ。乗って帰りましょうかちょっともう時間は時間で、時間はね、時間があれなんで、あの乗って帰りたいんですけど、車で帰るちょっと本当はこれ自転車で稼ぎたいとかなんですけど、時間があれなんで、まあ、そう、仕事もあるからね、仕事があるんではい、わかりました。今回のフェスティブ500は大変そうっすねだから走りたい。あー、ほんまやな。よし、では、はい、帰りましょう。